アイロンが。今日さ、あのお薬もらいに行こうと思って外出たら雪降ってた。ゴミ降ってきたかと思ったってくらいの雪本当にちょっとだけ。の割には降るなみたいな雪が降ってました。でもそこまで寒くなかったかな私的には。なんかもうちょっと雪降るとき、ちゃんと降るときはもっと寒いかなみたいなくらいのやつでした、でもまあ普通に寒かった。北海道の人は雪じゃ傘ささないっていうよね。でも福岡もめったに雪降らないから、あ今日雪降るんだと思って傘持って出ることないかも。あのなんだろう、さすがに家出るときに結構雪降ってたら刺すかもしんないけど、今日雪が降るかもしれませんって言って、じゃあ折りたたみ傘持っていこうとかはならんかな。普通になんか雪に降られる。いや本当になんかゴミが降ってきたんかなぐらいに雪だったの。そうパラパラでもない、なんかたまに降るみたいな感じ、たまに 2,3 粒降るぐらいの視界の中でねだったから、雪でテンション上がるタイプって、全然すいません可愛げがなくて。なんか程よくなんか晴れてるっぽい時にバーって降ったら、あ雪だってなるかもしれないけど、寒い方が勝つかな。あ寒って、そうなるぐらい。なんか積もっても雪だるま作りに外に出たりはしないと。あったかいところにいたい。小学生の頃はテンション上がったよねって、あんまりなんか雪降った記憶がない。なんか一回雪降って朝さ雪降ってるから行きたくないなって、めっちゃバス通学してたんですよ小学校の時は。でバス止まるからちょっといつもより早く出て歩いて学校まで行きますって日があって、でやだなみたいな、雪の中行くのやだな、転んだらやだなみたいな、熱出らんかなと思って測ってみたら本当に熱出てて学校休むことになったことがあるそうえって思って、でそのなんか熱に気づいた瞬間具合悪くなるからもうそのまま学校休みましたスージェーさん、タワーありがとうございます。熊のタワー、おおってなって、え熱あるんだけどなった。だから結局歩いて学校には行かなかった。お休みしたその日はっていう思い出ぐらいしかないかな雪は。だから雪の日に歩いて行ったことない学校に。そう、もう止まるかもしれないそのバスがねっていう理由で歩いて行ったから、それでバス通っていたの見たらなんかああってなっちゃうよねそうずる休みじゃない、本当に熱出したから、そう体調不良でその日は休んで、タツでぬくぬくして汗かいて次の日治った。汗かくとね熱って下がる、お芋ちゃんはだけど汗かきっぱなしにするとそれでまた冷えて、やけど私立の小学校って全然違う。
2つあるかって羨ましかった。でも10年以上出してないと思う。なんかね、めんどくさいらしい、出したりするの。こたつベタとか。HKT 入る直前の冬に結構降ったでしょ福岡って。うん、でも HKT に入る直前は全然春だったからなんだろう、梅雨時期だったから記憶にないです。入ったのおいもちゃん7月なので、そう、うん、なんかあんまり覚えてないってことは、そもそもあんまり雪に興味がなかったんだと思う多分ね、覚えてない。今日はおでこは出さないのって。出しません。やっぱりね、おでこ見たくてお金払ってくれてる人が多いかもしれないんで、さすがにちょっとここでは出しません。あの、参加する方だけの特別なやつです。はじめましてだって。ありがとうございます。無料では見せません。眉毛は整えたけどダメです。でもまあ延期、2月6日分延期の時はやります。その時デコ出しは恥ずかしいのかなって、うん、全然感情がない感情がないってちょっとあれなんですけど、おでこ見るためにお金払うとはって。なんかね、その日はおでこ出しますねって言って、なんかみんな来てくれるかなと思って、みんなが見たいって言うから言ったら来てくれるかなと思って言ったら本当に完売して、そう、あ、だからみんな見たいんやって思って、でその時って決めてたので今日は出しませんってことです。なんでその時楽しみにしててください。一応ね、延期なんで。びっくりしたよその時、おもちゃ。いや、なんかおでこぐらいでみたいな思ったけど、もう次の時にはもう一個完売してて、公園でも出したことないのって。うん、出したことある、 2,3 回ぐらい出したことある、うん、なんかね、そのなんかおでこ出しが嫌とかしたくないとかじゃなくて、おでこ出しすると汗がダイレクトに目の中に入ってくるんですよ。いつもは 前髪が吸ってくれてる汗が、そう、直接目に入って痛くなっちゃうので、パチパチしちゃうのであまりやんないかな。そう、なんか見た目とかじゃなくてそっち基準まあなんだろう、気にならないから、その 前髪が崩れる崩れないみたいな。楽っちゃ楽だけど、中盤汗かき始めたぐらいの時にもう入ってきちゃうから、こんばんはってカニクリームコロッケ永田って、こう永田さんかな本人なのか分かりませんが、 YouTube 見ました、斉藤さんの。おいもちゃんのファンの方も見たよって人いました、何人か なんかね、ストレートに来るから汗が。でもなんか初めておでこ出しで公園出た日は、確か生写の撮影してて、その生写で前髪上げてて、もうこのままでいいやと思って出たシアターの女神公園だった気がする。
で、なんかでもう一回やって、なんかでもう一回やって、以来別にしてないかな。うん、まあ冬だからね、帰りが寒いね、おでこ出した。マンゴーくらいでいつも汗だくのいもちゃんがの印象があるけどな。でマンゴーではまだ描かない、描いて鉄なあたり、鉄な終わりからあのチャイムのぐらい、さすがに2曲目じゃまだ汗かかん。あ、制服の目でしたかな、最近、割と最近の方だよね。2回とも、残りの2回ともあれかな、制服の目かな。だってね、結構前に撮った村重さんとのツーショット、卒業するときに探した時に見たのがちょっと、ま、結構前ので、あの万華鏡で手こ出ししてて、で最近ハルタンさんのツーショット探してるときに制服の目の最初の衣装で、あのハルタンさん、ピンクの髪のハルタンさんとおでこ出しのおいもちゃんの写真があったから、あの鉄なではしてないかも、やっぱ汗かくからさ、鉄なの方が、うん、制服の目はね、なんか前半はやっぱ4曲汗かくけど、中盤以降は割となんかゴリッゴリガッチガチってわけでもないから、おいもちゃん的に程よい汗で抑えられる公演。かな、うん、おいもちゃんといえば万華鏡のイメージやねって、ほとんど万華鏡しかしてないから、うん、1回しか別のしたことない。でも確かその女の子の第6巻1回だけした時に声が調子悪くてガサガサの声でやったっきりだったから、もう一回やりたいなって思ってたんだけど、なかなか機会がなく、びっくりした。うん、ダウトの歌い出しのイメージも強い。ダウトって歌い出しだったっけ？いや、歌い出しではないな。上京するなんてって、めっちゃ後ろ向いてる気がする。多分出張公演で別のだっけって、でも何でもない公演でやった気がする。第6巻はしかも青で一発目に出てくるからめっちゃ緊張した。その1回が声の調子悪くてガサガサで、しかもなんか喋り声別にガサガサじゃないのにリハやってみたらガサガサで、あれみたいな。なんか喋る時のこのなんか喉の使い方と歌ってる時の喉の使い方が違うんだよね。あんまなんかわかんないけど、そうだからなんかあれと思いながら吐けたらマネージャーさんから声どうしたって言われて、ですよねみたいな、そう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 ってこともありました。鉄のででこ出し画像出てきた。あれ鉄のでもやったんだ、全然覚えてないや。ガサガサって痛いのって、全然覚えてない。全然痛かったりとかじゃなかった気がする。今万華鏡出たらメンバーが違いすぎて驚くよって。確かに村重さんが基本いたし、そうだよね、
なんかね、今おもちゃんの目線の先にね、何なのかわからない物体がいてね、多分さ服の繊維の糸くずがくるくるなっちゃってるやつだと思うんだけど、虫だったらどうしよう目線の先に今パッて見た時に気づいた、うん、公演したいですね早く。上京する、ダウトが一番好き、あの制服の目で。おいもちゃんそもそもが万華鏡じゃなかった、制服の目があそこのポジションじゃなくて、ユニットも最初は第6巻の予定だったんですよ。で本当は武田がそこ、私の今の全く同じ組み合わせで確か出る予定だったんだけど、なんかコント劇かなんかと被ってて時期がね、でやっぱいっぱいいっぱいだからどうって言われて、全然全然出ますよみたいな感じやった気がする。めっちゃ覚えてる、あのさ09人かなんか写メ会で、あのウェディングの時の楽屋で言われた気がするちょっと頼むかもしれん、もしかしたらって言われて、うん、まさかあんなにたくさん出るポジションになると思わなかった基本的に2回に1回ぐらいは出てたかな、うん、ってことは結構やってるね、制服の目も。いや鉄なのが全然やってますがだって鉄な2016年の12月とかだったよね、確か11月の5周年の11月でやって、そこで公演になりますよって発表があったから、もうだいぶだいぶやってるね、もう衣装がかわいそうなことになっちゃってるんですけど、そうなんか雑とかじゃなくて使い方が、やっぱ1期生さんの時からなので、だって10年間同じ服を着ることってほぼなくない。なんか物によってはちょっとね新しくしてもらったり、いや新しくしたのはロープの友情のベルトと、最近結構最近ベルトと、あの鉄の2着目のズボンだけかな。ズボンねめっちゃちっちゃくなってたの、1期生さんの時よりなんか縮んでたらしくて、そうさすがにねちっちゃすぎるので、私今の私たちに合わせて作り直してくださった衣装さんが確か、あと最近グローブも新しくなってた、ポロポロしてきちゃっててずっと同じの使ってるから、あとブーツもなんか新しくなったわけじゃないけど、中身のねなんか布みたいなのがポロポロ剥がれ落ちちゃってて、もうなんか床がその黒いゴミだらけになっちゃって、なんかゴミというかもう塵みたいなやつがそうめっちゃこぼれるようになっちゃったから、毎回ね衣装さんがその曲と曲の間に着替えた後とかにほうきで剥いてくださったりとかしてて、だから別の、まあ、似たような感じの別の靴になった、前なんかの別の衣装で使ってた黒い靴ブーツ、確かあれかな、なんかあの恐竜の時のさ衣装、恐竜があのコンサートライブで恐竜が出てきた時のやつの
一生の靴だったかな確か、そんな感じのって思ってる私は勝手に。なんかそういう系の衣装の名前のやったから、あの緑っぽいやつ森林っぽいからのやつ、 その靴かなんかになったかな。でもさ1曲目の衣装の靴ブーツとかはさもう変えようがないからさ、あのデザインが特徴ありすぎて、そうだからもうそろそろあのチャックやばくないってなりながら毎回たまにちょっとチャックバカになっちゃったりして、衣装さん上がりませんみたいな感じになりながら、そう毎回履いてる、うん、そんぐらいかな。あとはもうずっと同じのを着続けてますね。なんか靴下もなんかたまに変わってた、なんかあアンコールの靴下も変わったかな。なんかねやっぱ一人一人足の太さとかなんか伸ばす勢いとかやっぱ違うから、なんかペアの靴下なんだろう、なんか伸び具合、靴下の伸び具合がバラバラすぎて、そう片方めっちゃ下がるとかさ、片方だけなんかめっちゃ緩いとかあったりしたからなのか、違う靴下になってた最近。衣装の指輪あるんですよねって、あんまりないかな、うん、ちっちゃい頃のマリアちゃんの衣装ぐらい余ってるな、うん、でもともとしっかりしてるからなんか壊れたりとかはないかな。へそ出しの衣装のサイズ一緒って本当なのって、本当ですよ、上のやつ長さやだよね、私とエミリーさんの衣装の長さが一緒だった。だからお腹の見え具合とか別にこっちが調節してるわけじゃなくて、ただの体のサイズ感の違いです。私の肩から腰までの長さと私のエミリーさんの肩から腰までの長さが一緒なわけじゃないじゃないですか、もちろん身長も違うのでその差ってだけ、うん、うん、この間なんか前ちょっとした話そういう話になって合わせたもん、2人の衣装長さ全く一緒でやっぱ一緒なんやって思った。そう、だからおいもちゃんは別になんかこんぐらいしか出てない、これは別に隠してるわけでもなんでもなくて普通にお芋ちゃんの胴の長さ的にこれしか出ないだけ。そう、卒業したメンバーが増えると衣装にも余りが増える、でも誰かしら出るのでアンダーで余ってることはないですね、別の人が着るってだけで。そう、さくらんぼの衣装でもボロボロってリオちゃん言ってたので、あのさくらんぼの衣装はボロボロなわけじゃなくて切りっぱなしのデザインなんですよそもそもが、うん、だからボロボロに見えるだけで、あの全然あなんだろう古いとかしょぼいってわけじゃないです、そう普通に切りっぱなしってだけ。そのあんまりその切ったところをさなんて言うんだろう、布とかってさほつれていかないようにさ、まあ、ライターとかでさ軽く火をヒュッてしたらなんかカチッてなるんですよ、なんかそういうのをしてないだけだと思う。そう、もともとそういうデザイン、あのだから最初からそれだった最初から切りっぱなしだから、そうしかもなんか言うほどきつくしてるわけじゃないから1年に 1,2 回ぐらいしか着てなかったからさすがに古くなってないです。でもあの衣装は20キロ太っても着られると思うそう、さくらんぼの衣装名前入りはもうないのかなって。あの衣装ねなんか MV 見たらわかると思うんですけど、
何もない真っ白お花、あの文字なんかバババババみたいなやつと、名前のやつと、後ろ名前、前がなんか金太郎みたいなやつと、今着てるやつがあるんですけど、ベースは一緒なんですよ。であれ大体なんか元はマジックテープがついてて、それでなんか元の服にペタ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 貼ってますよみたいな感じだったから、今はもうその最後の今のやつをもう縫い付けてあるので、なんかないっていうよりはもうベースは一緒だから、そうあるないじゃないかな。全部ほなんかほなんだろう、糸を全部取ったらまた同じの作れると思うけど、さすがにね、そうあれはもう縫い付けてあるので、そのままです。それあの貼っつけてたやつを取ってあるかどうかは知らんけどそうもう縫い付けてるからね、あのままです、一生。でもね、おいもちゃんのやつの衣装のリボンはもともと2つしかなかったんですけど、あのその時の髪型でもうちょっとリボンがあった方がいいってなって足してもらったんだよね、確か。そうやさぴ、そうそうそう、まあなんかおいもちゃんのは簡単なリボンだったから、まあリボン結んで後ろ貼っつけたらできる感じだったけど名前付き衣装ってさくらんぼ年からしか暗いよねって、どうなんだろう。でもなんかちょっとした加工ではいろいろあると思う、うん、なんかその表題曲カップリング曲ではでもそれぐらいかな。確か意外とね、髪飾りってなんかその時その時でこうした方がいいみたいなのがあったらちょっと衣装さんが手直ししてくれたりとかしてくれる、いつも、うん、簡単になんか作れるやつだったら作ってもらったりとか、あと衣装さんがめちゃくちゃ優しいのは、私の話じゃないけど、なんか既存の衣装を使うとき、なんか今までに何回か着たことあるけど全然着てなくて、で衣装が必要だから着る、その衣装ちょうどいいから着るってなったときに、髪飾りがはなんかまあ一応前のやつはあるけどせっかくだからって言って衣装さんが作ってくれて、その時に新しくみたいなあった気がする。あれか、ティフかなんかのナコミクさんのステージでさ、2人が着てた衣装、なんかの衣装で2人で着てて、その髪飾りを衣装さんが作ったって言ってた、うん、でミクさんはポニーテールするって言ったからこの形にしたけど、ナコちゃんはどうみたいな感じのやり取りをおいもちゃんを見たなんかすごいと思って、そしたらやっぱ衣装はあるやつだから髪飾りぐらいは作ってあげようかなみたいな感じ言って、めっちゃ可愛いの、そしてそれがあとリオちゃんの卒業公演の時の花冠も作ってくれて、うん、用意してくれてて素敵衣装でベレー帽って被ったことあったっけって、恋愛中ぐらいでしか被ったことないかも、あとなんかあの研究生衣装ぐらいそう、あんまり被んないかなベレー帽、うん、髪飾りはカチューシャとかは割と多いけど
ベレー帽はあんまりない。みもちゃん私服のベレー帽は持ってなさそうだよねって。うん、全然かぶんないからやっぱ普段って、うん、なんか他のさキャスケットとかはかぶるけど、眉毛サロンの帰りとかかぶるけど、ベレー帽はねなかなかかぶんないかな。カチューシャ、なんか途中ぐらいの時、今はまだちょっと落ち着いたけど、一時期なんかずっとカチューシャが回ってくる時があって、そう、でもカチューシャって本当にか、なんかカチューシャがいいって人とカチューシャは嫌だって人って結構ね極端にいたりするんですよ、ね、まあなんかその子のこだわりとかわかんないけど、なんかヒロナとかは結構多分カチューシャ好きだと思うんですよね。おいもちゃんは結構どっちでもいいからなんかそう、うん、だから石尾さん的にも一回言われたことある、おいもちゃんは何の髪飾りにしても文句言わないから当て込みやすいって、カチューシャがどうしても余っちゃう時、その着るその曲によって曲の衣装によってさ、メンバーとかこう割り振りがある時とかにカチューシャを誰かしらに当て込めなきゃいけないけど、あこの子はなんかカチューシャあんまり好きじゃないだろうなみたいな、いやみんなさあのつけるけどなんか嫌でつけたくありませんとかじゃなくて、結構しぶしぶつける人もいたりするから、結構多分都合よく当て込みやすいお芋ちゃんだと思います。テネッパよくつけてる気がする。そうだね、小田とか初期特にカチューシャ担当みたいなとこあったからなぜか言ってた、小田いつもカチューシャ入ってるおもちゃん太いカチューシャはあんま似合わないから、細いのなら全然、うん、どっちでもいい、カチューシャでもカチューシャじゃなくても、なんかしたい髪型があるときにカチューシャだとちょっと困るなって時あったりすると、ちょっとなんかあってなっちゃったりするけど、そう、うん、なんかハーフツインしたりするときはカチューシャでも可愛いんだけど可愛すぎちゃうから、どっちかっていうとおとなしめの髪型につけるカチューシャの方が好きなんですよ。だからそういう時は、まあ、衣装にカチューシャがあったらおとなしく外跳ねする、うん、でも一回あのシャネルの衣装がウイムちゃんカチューシャなんですけど、そうで、あのまどかさんの卒コンかなでエブリデイカチューシャをさ歌うことになって、まあそのシャネルのカチューシャも可愛いんですけど、シャネルってやっぱ着る機会が多すぎてずっとカチューシャなんですよなんかたまになんかもう普通のつけたいなみたいな時あったりするけど、その時だけエブリデイカチューシャの時だけこのシャネルのカチューシャ組がこのなんだろう、あのすごい得する瞬間が来たねみたいな感じだった。あの時はノリノリでエブリデイカチューシャを踊りました。私カチューシャつけてるぞって気持ちで、うん、そう髪型との相性って意外とあるんですよ。なんか印象変わるし、同じ髪型でもカチューシャあるかないかで、うん、そうそうそう、うん、飾り髪飾り割と無難なのが多いかな。あのなんだっけ、研究生2回目の壁写の時、青のジャケットの衣装の時はなんか赤ちゃんのピンみたいなやつでなんだろう、パッチンピンとかじゃなくてなんか赤ちゃんのおもちゃみたいなピンで、そのなんだろう、モカとかマリアちゃんとかソノとかがつけてたさ、
ザ赤ちゃんみたいなピンじゃなくて、なんか本当になんかリアルな赤ちゃんのピンみたいな感じのやつで、そうちょっとその時は何とも思ってなかったけど、今つけるのちょっと恥ずかしい。星型のなんか布のピンみたいなやつ、うん、紫っぽいやつの。あとハートとピントみたいな。でさ、細かいピンいっぱいあるけど、結構あれ自由なんですよ、どれつけるかは。いっぱい入ってる人は無理して全部つけなくていいから、バラン髪型とのバランスもあるし。でも毎回その赤ちゃんピンが一番大きいから、絶対赤ちゃんピンつけられるんですよ、衣装さんに。っていうお話。しかも結構バタバタ着替えてたりすると、自分につけられたヘアピンなんて見ないから、後から自撮りとか見て、あ、今日も赤ちゃん見つけとったんやみたいな、うん、本当に衣装さんにお任せしてる。本当にいっぱい入ってるから、ピンが細いピンはいっぱい入ってる。でバタバタ着替えるとやっぱりこうパッチンピンとかが一番楽だから、考えなくていいし可愛いのがいっぱい、髪飾り。意外とさ、公園ってさ、イヤリングとかないよね、うもちゃん。だって鉄男も一個もイヤリングないし、制服の目も全然ないし、うん、リセットはなんか中盤ぐらいにあったかな。毒蜘蛛の衣装つけてないか分からん。お任せだといたずらっぽくされることもあるんでしょうか。あのハーフツインにしてると大体ここにつけられる。メイクさんが笑いながらつけてるね、両方つけていいって言われるそう、おむちゃんは髪飾りは、でもあの Do Love Me のおむちゃんのリボンってなんか普通につけるより、なんか耳のちょっと上でつけるのが可愛いんですよ、ここら辺で。それが好きかな。色も落ち着いてて可愛いし、イヤリングってなくさないのかなって。なくなる、気づいたらないって全然ある。踊ってる途中に紛失とか。でもたくさんあるんですよ、イヤリングって本当に。だからいつも新しいのっていうか、その別のやつを衣装さんが用意してくれる。なくしちゃったらすいませんと思いながら、でもね、わざとこうぶん投げてるわけじゃないから、あの片方落としてなくしても衣装さんは怒らないです。意外となんか誰かが拾ってくれてたりもするかな。喉が鳴った、喉とお腹が鳴った、どういうこと結構メンバー踊ってる時に拾ってるよね。うん、拾う。やっぱ踏んじゃうと危ないし、部品拾うバーってなっちゃったらさ、踏んで壊れて。やっぱ振り付けとかでさ、手ついたりとかもやっぱあるから、その時に刺さっちゃったら危ないのでね、初期の頃にできれば拾ってくださいとか、その端の方に寄せてくださいって言われました。誰に言われたか覚えてないけど、うん、結構拾う。リコピさんのイヤリング拾ってるのも目撃した。なんかすごいのが、たまになんかこう誰のだろうってなった時に、なんか、あ、誰々のイヤリングだよって別の人がメンバー当てることがあったりして、よく見てるなと思う。めっちゃ印象強いと覚えてたりするけど、そう、誰のだと思うみたいなやつがで言いに行ったら本当にそのメンバーのだったみたいな。すごい
ピアスに興味ありますかって。全然もう41分じゃ30分って言ったのに、もうそろそろ終わりますね。ねえ、めっちゃすごい。リコピさんとかやっぱ結構見てるから、みんなのこと誰のだよって、誰々がつけてたと思うみたいなのめっちゃいつも言ってくれてる気がする。普通にメンバーの私物とかも結構、メンバーおみちゃん全然メンバーの私物見てないから、まあなんか覚えてるものもあるけど、なんか覚えてないの方が多いけど、そういうの見てるメンバーめっちゃ見てる。おみちゃんどうでもいいことしか覚えてないからどうでもいい昔の記憶とかやったらいっぱい覚えてるけど、メンバーの持ち物はなんかスマホケースとか。おいもちゃんは今から8時の神レアタイムまでに、あのお風呂入っ、お風呂湯船に浸かってる状態にしたいのよ。あの洗ったりを全部終わらせて。そう、でもそのためには湯張りをしなきゃいけないですよ今からそう、あと観察日記も書かなきゃいけないので絶対間に合わんな。まあでもね、さすがに60分みっちり、1分も、あ、なんだろう、1分も休んだっすみたいな時ないから、みっちりの時間を作って、その1時間のやつ、さすがに1時間回しっぱなしはできないんで、いい感じに、いい感じにやります。まあ夜のカミレアタイムは長いのでね、なんか全部やろうとするとおみちゃんももうアイテムがもう底をつきそうなので頑張ります。ってな感じで今日は終わろうかな。明日ラビリンスはまたラウンドの発表があって、もうやだ4回もあるの。しかも4回目でさ、最後だからさ。そう、でももうやるしかないので、結構なんだろう、新しく始めてくれた人見かけたりとか、そう、あったりとかもして嬉しいですね。めちゃくちゃ本当にやっぱ時間も手間もかかるので、そう、楽ではないけど嬉しいでございます。なんか申請とか来てるかもしれないので、友達申請みたいな、ぜひ承認してあげてほしいなって思います。明日は博多民が25個出ますように。まだ1回しか多めのやつ出てない。なんか明日ぐらいにはあの猿のやつも全部たまりそうな気がするので頑張ります。それではなんかしっとり終わっちゃった。それではまあね、今日はオンラインが延期になってしまったんですけど、なんか会場が必要な、やっぱ写メ会とかは結構なんだ、みんなも来なきゃいけないから、ね、どれぐらいに決まるかとかわからないんですけど、あのオンラインだったら今よりはちょっとさできるようになったら、まあ、メンバーは集まらなきゃいけないけど、集まるっていうかその時間によってね、何人かずつだけど、写メ会よりはまだやりやすい、決めやすい、あの劇場もあるしやる場所があるからと思うので、早くねできたらいいなって思ってるので、みんなもみんなのね予定が合えばちゃんと合えばいいなと思ってるし、その時にまた参加してもらえたらなって、また嬉しいお話もその時にできるようなのが増えてたらいいなって思っておりますので、よろしくお願いします。それでは See you again、 また来て again、 バイバイ。ラビリンス最後までよろしくお願いします。鳥を丸焼きにするぞ。おー